今回はスポンジで作る水耕栽培の方法です。必要なものはキッチン用のスポンジ、タイプはソフトタイプです。それと入れる容器、水に強いものを用意しましょう。できれば蓋があるものがいいです。それと種は葉物野菜がいいです。最初にすることはスポンジに水を含ませることです。容器にスポンジを入れ、水をたっぷりと入れてから指で数回押してスポンジの中に水を含ませます。種はばらまきがおすすめです。スポンジのガサガサしている方を上にして種をまきます。種をまき終えたら水をやります。強い水をかけると種がこぼれ出てしまうので、静かにゆっくりとしましょう。最後に蓋をします。湿度を高くすると発芽しやすくなります。今回使った種はバジルの種です。バジルは水を含むと種が白く膨らみます。白くなっていない種は水を含んでいないので、もう一度水をかけるようにしましょう。種をまいて1週間ぐらいすると根が出て葉っぱが見えてきます。10日から2週間ぐらいするとスポンジの底から根が出てくるのが見えます。根が見えたら水を溶液に変えます。液体肥料を希釈倍率に合わせて薄めて、それを入れます。大きな葉っぱ、本葉が数枚出たら収穫できます。サラダのトッピングに使いましょう。もっと大きく育てたいなら水耕栽培の用土に植え替えてみましょう。可愛らしい容器に入れてアレンジをするとインテリアとして楽しむことができます。